僕もこう、1対1でうん。ずっと話をするっていうのは、初め本当て。に初めてかな。あ、1回ババッチとやったかな。へうん、2回目ぐらいえ。へえ。そっかそっか。前ですね。そうしたら、ちょっと簡単に、ちょっとはい。自己紹介、僕からしますね。あ、はい、了解です。こんばんは。こん小野田森ばんは。幸です。まあ、今は、コーチングとかやったりとか、あと、まあ、自分の好きなことで、今ちょっと音楽を作ったりとか、まあ、ちょっと好きなことをいろいろやって生きています。で、まあ、今回ちょっと、もともとっていうか、その、まあ、吃音症っていう、病気がありまして、で、まあ、それを、こう、まあ、記憶が一番古い記憶で、小学校に入る前ぐらいかな、幼稚園とかぐらいの時とかの記憶で、多分あまりちゃんと喋れてなかった記憶があって、まあ、そういうふうなことがずっとあって、人生ですごくこう、吃音症とは、切っても切れない、自分の中で人生を大きく左右する、なんていうか、病気で、向き合ってきたことで、ちょっとこう、いろいろ今感じることがあることを、今回ちょっとシェアさせていただきたいと思います。じゃあ、よろしくお願いいたします。こんばんは。こんばんは。小学校で教員をしている渡辺博と言います。今回、マークさんにこの吃音症のことについて一緒に話がしたいということで、話し相手にして、選んでいただいて、今日、吃音症ということに対して、まあ、自分も今回の話のために一本映画を見てほしいっていうふうに言われて見たんですけども、教員としていろんな特性を持った子どもたちと、まあ、これまでも出会ってきたし、これからも出会ってくるってことを考えると、すごくいい学びの機会になったなというふうに思っていて、今日また話をすることで、より深く吃音症について考えていけたらいいなというふうに思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあまずちょっと簡単に、吃音症っていうのが、おそらくこれ、見てもらった時に、どこまで知名度っていうか、知っている方がいるかなっていうので、ちょっと簡単にちょっと説明だけしようかなと思いまして。で、これは、複数の、これでいけるのかな？よ。ちょっと待ってくださいね。不慣れで。大丈夫です。これではなく。よいしょ。これか。これ見えますか？見えます。バッチリです。はい。で、一応、ウィキペディア、これは100%ではないですけど、一応簡単に、なんていうのかな、説明があって、で、一応、こう、まあ、あの、なんていうのかな、簡単に書かれてあるんですけど、言葉が円滑に話せない、スムーズに言葉が出ない、で、同時に言葉を連発して発せられる。で、瞬間あるいは一時的無音状態が続くとか、あと、言葉の頭を伸ばしてしまう、この円滑っていう、ちょっと何種類かあるんですけれども、そういうような総称を、吃音症と言いまして、で、一応、こうやって、なんていうのかな、病気として、障害としても、こう、認められていて、で、細かいのはちょっと置いといて、で、最近、僕も、この間見てて思ったんですけど、一応、こう、まだ、原因がわからない、病気になっていて、で、いろいろ、こう、なんていうのかな、遺伝とか、
あとなんかまあ脳の話とかいろいろ書かれてあるんですけど、それも全部その、なんだろう、まだ決定的にこれっていうのがないので、ちゃんとした解決法がまだないっていう状態で、で、病院でいうとどんな科になるのかっていうと、まあ、耳鼻科であったり、神経内科であったり、まあ、心療内科、精神科、心療内科とかで、あとは、まあ、言語聴覚士の方と一緒にこうリハビリをするとかっていうのが主な、まあ、今の対処の仕方があって、あと、まあ、薬物による治療っていうのも世界的に試みはされてたみたいなんですけど、なかなかでもそれは、ほとんど効果がないみたいで、全然そのメジャーな、なんていうのかな、治療にはなっていないっていうことが書かれてまして、で、あと日本でも今こういう、なんていうのかな、発達障害というか、こういうちょっと障害の認定っていうのがされてきて、2014年にこうなんか発達障害としての部類としてなんか捉えられるようになってきているっていうこともなんか書かれてまして、僕が小学校とか中学校の時ってこういうようなことってなかったんで、ほとんど多分なんか表沙汰になってないというか、結構なんか水面下にあった話なのかなっていうふうに思って。てるんですけど、僕自身そんなにやっぱりいろんな方にシェアしたりとかして話してたわけじゃないので、なかなかその当時の実態とかっていうのもまだ僕は分かってないんですけど、まあ、今はだいぶこうやってネットでも見れるようになってきてるので、すごく知ってる方も増えてきて、まあ、認知度もそうだし、社会の理解度も少しずつは上がってきてるのかなっていうふうに思っています。で、まあ、これ話せないっていうのが書かれてるんですけど、まあね、この間映画の話をしてて、映画を見てもらったっていう映画が、このしのちゃんは自分の名前が言えないっていう、まあこういう映画がありまして、これ女子高生の主人公で、言葉が話せない人で、こう友達とコミュニケーションをとっていってっていう、まあ、ちょっと社会的にちょっと伝えたいっていうことと、まあ、認知してほしいっていうことと、まあ、どうまあ、いろんな捉え方はあると思うんですけど、まあ、どちらかというと認知をしてほしいっていうふうな結構意味合いが多かったのかなっていうね、僕が見て感じたんですけども、本当になんか僕自身こう今47歳なんですけど、ずっとこう生きてきて、こう今ちょっとここでまあ聞いてもらってるとあんまりよく分かってもらえないかもしれないんですけど、本当にこんだけ喋れなかったんですね。で、喋れない時っていうのはもうこういう発音症っていうのともう向き合いたくないんですよ。どちらかというともう避けたい。でも最近もでもやっぱり本当にここついつい最近までやっぱり避けてたっていうか、またもう一回なんか同じような状態になったらどうしようかっていう、まあ不安というか、なんか戻っていきそうなちょっと恐怖みたいなのが実際やっぱり感じたりしたのは正直なところで、でこの映画をね、今月入ってから見たんですけど、やっぱりすごい、なんか傷が、癒えた傷をもう一度なんか描くような感じの、やっぱりちょっと苦しい、じっとこう見るっていうのがちょっとしんどいかったっていうのも実際の僕自身の、感想なんですけど、そうですね、理解、まあ今ちょっとさっと言ったんですけど、逆に今僕の話を聞いて何か質問ってあります？劇中で、映画中で、一番印象に残ってるのが、私が私を追ってくるっていう表現。一番印象に残ってて、で、その、
感覚として、私が私がを追ってくるっていう以外の言葉で表すとしたら、どんな風に表現されるのかなっていう。やっぱり、ちょっと難しいなって、なんとなくイメージはつくんだけれども、こう想像するのは難しいなって思って、もうちょっ吃と音こう、症自体を。あ、そう。あはん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 。例えばですね、ちょっと簡単に言うと、あい、絶対に言葉って母音入ってくるじゃないですか。その、あいうえおが、僕の場合は、言えなかったんです。で、言えなかったっていうのが、劇中であったシーン、ちょっと覚えてるかどうかわからないけれども、一人で喋ってる時なかった。女の、主人公の女の子が。で、一人で喋ってる時喋れてたじゃないですか。あれ不思議、なんか意味わからへんのでしいょ。や、もうあれはすごく不思議で、あ、一人の時は喋れるんだっていう。そでう。で、も、じゃない時は、こう、なかなそうかそう、ス出ムーなズい。にっていう。そう。で、それが、多分物理的に理解できないでしょ。で、僕もあれはだからすごい、なんていうのかな、作者、あれ、アニメっていうか、漫画があって、あれ、原作の方が実際、吃音症だったらしくて、で、映画を作る際に、やっぱりいろんな吃音症の方の多分取材とかされて、で、自分の体験も含めて、もっと客観的な話も混ぜてされてるから、吃音症の人は多分、本当になんかかゆいところに手が届くっていうか、もうなんかまさに、あ、これだ、これだ、みたいな、こう。でも、他の人が聞いてて意味がわからないっていうことはたくさんあったと思うんだけど、あれ結構象徴的で、一人だったら全然喋れるんですよ。で、人がいると、で、ただ家族でもそんなにプレッシャーのないっていうか、なんだろうね、気の使わない、それはその、なんていうかな、表面的なものもそうだし、もっと内面的な、だから昔ちょっと、だからちょっとイレギュラーなことはあるかもしれないけど、僕の体験上から言うと、ちょっと両親が厳しかったとか、ちょっと知り合いの人と話し、そう、同じ吃音症の方と、会って話した時に、結構両親が厳しかったって話をして、別に嫌いとかそんなのないんだけど、やっぱり親親でやっぱりね、100%じゃないじゃないですか。やっぱり親も常に成長するので だからやっぱりその時、我が子を育てるので一生懸命なってはったんだけど、それが子供に対してすごくなんか厳しかった。子供がね、自分自身がそう受け止めてるのがその普通の受け止め方がじゃなかった時に、ちょっとやっぱり何て言うのかな、もっと潜在的にちょっとこう開けない状態になってる人の前では結構なる時はあるかもしれませんね。でもそれ以外のところでなると、なかなかやっぱりその母音をはじめ、あとやっぱり喋りにくい単語じゃないな、言葉。だから僕の場合だから、かとか、なんかね、そういう最初の一字目が、変えるとか、そういう、なんか、あと、砂とか、すとか、なんかそういうなとかも、やっぱり一発目の音っていうのが出せないから、だから、僕以外の人から見たら、なんか何をしてるのかよくわからない。だから普通のその、テレビとかでよく噛むとか同じ言葉2回3回っていうのは別に多分そんなにない、ひどくは感じ、人から見た時何も思わないかもしれないけど、やっぱりそれをその2回3回じゃなくて、もう5回も10回も言ってたらちょっと違うじゃないですか。確かだに。からそうなってしまうから、僕の場合は主人公の女の子みたいに出さなかったかもしれん。知られたくないっていう。なるほど。なんか逃げてた、僕の場合ちょっと弱いかったから逃げてた感じがあったかな、どちらかといったら表現的に。
話したいっていう思いというか、話さなきゃみたいな、そういうふうに思ってる自分もいる中で、こうなっちゃうから、なんか分かってるから、やめておこうみたいな、もうまさにそうやね。なるからやめておこう。なるからやめておこう。だから常に、だから反応しているっていう感じ。周りに反応するっていうか。だけど、避けれないことがあって、それが多分なぜ学校のシーンが多かったかっていうと、学校って結構象徴的なところで、一番最初だった学年の初めとかに、自己紹介ってあるじゃないですか。あれが結構、もう一番嫌な時かな。あの時期って、まあね、先生してたら、必ず自己紹介って、まあ、小学校ってそんなに先生変わらないから自己紹介、そんなにたくさんないけど、中学校、高校だって言ったら、その教科ごとに自己紹介みたいな、ある場合があるから、もうそれが、なんていうのかな、苦痛でしょうがない。で、僕の場合、おのだな、おだから、だから僕から始まるから、言えない。だから自分の名前が嫌でしょうがなかった。ちょうで、どでも映画のしのちゃんの名字と、もう母音から始まるからっていう、そんな感じですね。で、一番最初らへんのシーンに、なんか名前から言って、死の、なんか、お前外人かよみたいな感じで言われてたみたいな感じで、僕もだから森行小野田だったら言える。だけどそんな言い方せえへんや。だから英語の時とかやったら全然 OK。だからなんか外国に行きたいなとかって逆に思ってたぐらい。不思議なもんで。いや、不思議だな。映画の中で、友達と関わるようになって、一緒に曲を作るようになって、で、見てて、あれって思ったのが、仲良くなってから、普通に話しかけようとしているシーンもあって、普通に言葉が出てたシーンもあって、この CD なんだけど、みたいな感じの言葉が出た時に、あれ、これは、吃音の、症状が出てないぞと思って、まあ、さっきマークさんから話があったように、打ち解けてきたら、別に家族とかじゃなくても、スッと話せるようになっていくものなのかなっていうのは、映画を見ていて思ったんですけど、そんな感じなんですかね。打ち解けるのと、あえてその、なんていうかな、詰まる言葉、すぐに、スムーズに出ない言葉を避けて喋れる状況の時。だから学校でよくこうなんか音読する時とかあるじゃない。あとなんかなんていうのかな、前でみんなが知ってる、まあみんなも同じ言葉を見れるものを言うこと時とかっていうのはそのまんま言わないといけないから、別の言葉に言い換えれないから、それが苦痛だったね。苦痛っていうか出ない。だから音読でさ、みんな同じものを見てるからさ、言葉飛ばしたりしておかしいし。なるほど。で、そういうなんが、なんか僕が感じたのは、まあ、大人になって感じたのは、やっぱり先生にもう全部伝えて、その上であった方がいい、よりいいんだろうっていうのはあったかな。だから先生知らんかった、だって、なんでだろうと思ってね、あのシーンがよく出てきたから。それはすごくあったかな。いや、でもやっぱ正しく理解するっていうのは本当に必要なことだなって思って、ちょうどなんだろう、担任の先生役の人が、緊張してるからとか、仲間と打ち解けてないからっていうふうに話をしていて、やっぱり打ち解けると多少そういう症状が出にくくなるとかってなると、知らない人にとっては、この吃音っていうのが、緊張でそうなってしまうとか、慣れてないからそうなってしまうっていうふうに、誤解されやすいんだろうなっていうのはすごく感じていて、今までの
生活の中でマークさんが誤解というか、うんうん、緊張してるからそうなるんじゃないのみたいな場面っていうのはあったのかなっていうのが気になるんですけど、あれはね、本当になんか、なんだろう、多分もうほぼほぼみんな言われてるんかなと思う。キス音しない人。だから緊張してるから、なんか力が入ってるような感じに多分見えるから、緊張しているっていうふうに多分なるのかなと思って。で、確かに、緊張っていろいろあるじゃない。緊張っていう言葉で、緊張っていう状態っていろんな状態があると思うんだけど、確かに緊張はしてるはず。だって、言葉を、出せない言葉を発しないといけないと思ったら、やっぱりみんな、なんかできないこととか、今からやるぞと思ったら、多少なりとも緊張はあるはずだから、それは緊張っていうのは当てはまるとは思うけれども、緊張しないと、って思ったらみんな緊張するじゃないですか。だから言葉ってよく何て言うのかな、鬱の方とかにその頑張るっていう言葉とか禁止用語やん。だからそれと同じような感じかなと思う。言えば言うほどなんかこのサイクルに入っていくというか。どんどん深みにはまっていく感そうじ。そうそうそう。だからシーンだけすごくなんか、あれいるんかなって多分他の人だと思うかもしれへんねんけど、あれ結構重要かもしれんね。あれ絶対言われるパターンのシーンだから。僕は、その教員っていう、自分の仕事柄、やっぱりあそこのシーンは、教師から生徒に向かっての投げかけの言葉っていうのは、すごく意識高く見てて、で、実際に、吃音症のっていうのが、分かっての映画だったんで、を見てて、こういう症状を持ちながら、そういう言葉がけをされる人の気持ちっていうのは、すごく辛いんじゃないかなっていう。分かってほしいっていう思いとかは、きっとあるんだろうなっていうのを見ながら、ただ実際に自分が、教員で、これから出会う子どもたちの中で、そういう子がいたときに、パッとその選択肢として、こうかもしれないっていうふうに思えれれば、この声かけの、バリエーションとして、いや、これは選んだらダメだろうみたいな感じで思えるんだろうなと思うんだけども、そこに、連想が行き着くのがすごく難しいなっていうのは感じました。やっぱり高校生とかぐらいになると、多分親御さんと出会うことって多分ないでしょう。で、小学校で今家庭訪問とかあるのかな？最近、今はないか。学校によっては、家庭訪問もなくなっているところもあるけれども、ただ一番最初に、子どもたちの、様子とかを書くっていう紙は配って、で、集めてっていうのはありますね。だからそこがね、結構その、なんていうのかな、僕の体験上で言うと、まあ親も、まあ今となっては話して言ってんねんけど、いろんなところにまあ連れて行ってもらったらしいねんけど、あんま記憶なくって、その病院とかいろんな治療とかっていうの。で、やっぱり僕自身が大きくなるにつれて、これはもうあんまり出さない方がいいんだっていうふうになってくると、結局家に帰ってからもあんま出さなくなるんで、母親自身が治ったっていうか、収まったって多分理解してたと思って、で、僕がいつだったかな、大学生になってからかな、なんか2人で喋った時に、すごい勇気を振り絞って言って、そしたら、なんかその、まだ治ってなかったみたいな感じで言われたのが結構記憶残ってて、もう二十何年前の話だけど、ぐらいやっぱりその親、まあ男っていうのもあるのかもしれへんし、吃音症だったっていうこともあるかも分からんけど、やっぱりそのコミュニケーションってどれだけ取れてるかなっていうのもあるかもしれへんね。じゃあ、下手したら、親自身が気づいてないとか、そういうことも可能性としては
おそらくだから、小学校の低学年ぐらいの時だったら、どうだろう。でも今の子供さんってね、いろんな情報が入ってくるから、結構なんかそういう状況を把握するのは、多分僕らが幼か小学校の頃よりは多分圧倒的に早いと思うから、やっぱり幼稚園とか、それぐらいの時だったら、まだそんなにスマホとかで調べたりとかもあんまりせえへんと思うから、その時にやっぱりちょっと聞くっていうか注意してあげるっていうのは大事だと思うね。なるほど。で、特にやっぱりなんかメールでやり取りとかすることが多くなると、あんにまり喋らなくなるでしょう。会話的に。昔はそんなんなかったからさ。お友達同士でもね、結構メールでっても多くなると思うから、今ほど多分、今とその僕が小学校、中学校、高校とかの時よりも圧倒的に多分会話数って減ってるはずなんだと思う。確かに。なるほどな。そうか。だからね、学校の先生で急にその、まあ、書面で書いてくれてはったら分かると思うけれども、会って見てて喋ってて、まあそこまで表立ってね、なんか症状が出てたら分かるんだと思うんだけど、あんまり出さないような感じだったらね、なかなか気づきにくいっては気づきにくいよね。実際に僕は高校生の時に知り合った人で、一人その話し始めのところがこう同じ言葉が何回も続いてしまうっていう人が一人いて、一番最初のその出会った時になんか話すのが苦手なのかなっていう、緊張じゃないけれども舌がうまく回らないのかなっていうような感じで、なんだろうなってやっぱり疑問から入ってしまって、こう、まあ、知らないとどうしても、なんだこれはみたいな感じでなると打ってし思う。まうんだろうなっていう、今だからこそこのそういう症状があるんだっていうのを知ったから、その状態を見た時にもしかしてっていうふうに思えるとは思うんだけれども、結構そういう症状があるってことをどれだけ多くの人が知ってるかで、吃音症の方が理解されるかどうかっていうのはだいぶ変わってくるんだろうなっていうのを感じますね。だからそこをなんか大体、僕らがちっちゃい頃もそうだし、高校はもうあんまなかったかな。あんま喋らなかったんかな。だから、会社入ってからもあったけれども、真似されたりとかするのが一番苦痛かもしれない。悪気はないと思うんだよね。だから、そこまで相手は思ってない。僕がそこまで傷ついてると思わずに真似をする。まあ、そんなシーンは映画には出てこなかったけど、でもそれは少なからず体験するはず、ちっちゃい頃とか。ちっちゃければちっちゃいほど、なんだろうな、そういう症状を理解せずに、なんか、あれ、面白そうだなって思って真似しちゃうっていう子は多そうですもんね。まあ別に吃音じゃなかったもね、やっぱりなんか、癖っていうか、その人のやっぱり真似をするっていうのは結構あるもんね、子供あのりますね。頃って。多いです、多いです。で、それがやっぱ傷をなんか深くしていって、そしたら余計出さない方がいいんだみたいな感じになってしまう人もいるっていうのはあるかな、実態的に。まあ僕自身結構そうだったから、逆にそれを表立ってて隠さずにしてる人みたいな、すごく、ああ勇気のある人だなって逆に思えて、あ、僕全然それはちょっとでけへんだなっていうのがある人とは何回か出会ったことがあるね。吃音っていう症状を自分がそういう、なんだろうな、風になってしまうっていうのを、その自覚した時というか、幼い頃からもしかそういうふうに、というふうになかなかこう言葉がスムーズに円滑に出ないなっていうので、なんかあれっていうふうに思った瞬間というか時期っていうのがどれぐらいからなんですかね。
これがね、なんか僕もね、あんまり昔の記憶がなくって、ただ、途中からね、すごく孤独を感じることが多くなって、で、結局ね、それってね、ずっと続くんですよ、孤独感っていうのは。別にそれ、吃音が原因かなんかわからないけれども、ずっと孤独感っていうのがある。でも一番最初のは、吃音症だったのかもしれない。でもね、1年の時とかは、どちらかって言ったら、みんなを笑わせるみたいなことはやってた記憶だけ残ってて、で、途中からすごく真反対になって、いじめる人になって、で、どん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 、なんかね、一人になっていくっていうか なんかそんなんが結構多くなってきて、最後っていうか、低学年の時に、ね、いじめると、やっぱりなんか、親が呼び出されて、一緒に謝りに行ってとかやってたら、どん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 多分、自分を出さなくなっていくんですよね。で、だんだんもう、めちゃめちゃ悪かったっていうか、もう多分、親としてはちょっと扱いにくい、子供やったところからだんだん扱いやすい人になっていく。自分を出さなくなるからです。そう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 。で、そこでちょっとね、今日は僕、その医療従事者でもないし、別に基礎の専門家でもないんだけど、いろいろ、まあ、なんていうのかな、体験も含めて自分の、まあ、勉強してる中で、ちょっと別の角度から吃音症って見た時に、やっぱりこれって僕が望んでたことなんだなっていうのを最近思うようになって、でそれはなぜかというと、さっきちょっと画面共有でね、ちょろっと出した、ちょっと待ってね。画面の共有で、これじゃなくて、あ、これか。体内記憶って聞いたことあります？ああ、言葉は聞いたことありますね。ある。でね、その体内記憶の話を、まあ、映画化っていうか、ドキュメンタリー映画にしてるのが、この「神様との約束」っていう映画で、まあ、簡単に説明すると、体内記憶っていうのは、生まれてきてから結構ね、最近は中学生とかぐらいまでの人もあるみたいなんだけど、お腹の中にいる時の記憶がある、お母さんのお腹の中にいる時。で、もしくは、その生まれてくる前の記憶がある人もいている。生まれてくる前の記憶。そう。で、それは、なぜそんなわかるのかって言ったら、池上彰先生やったかな？池上先生っていう、この産婦人科医の先生が、調査をされてて、他の方もいらっしゃるんだけど、インタビューすると、結構そういうお子さんが多くて、最近特に。で、大体そのどんなとこだったって言われると、大体同じこと言うんですって。お母さんの中に生まれてくる前は、まあ雲っていうか綺麗なところにいて、テレビみたいな画面からお父さんとお母さんを選んで、こう、なんていうかな、滑り台みたいなところから滑ってきて、お母さんのお腹にスコンって入って、生まれてくるっていう話が大体結構共通してみんな言われる話で、それがまあまあ体内記憶にまつわる話で、こういう話をこういう、なんていうのかな、映画化されているドキュメンタリーで映画化されてるもんで、なぜこれを今ちょっとパッて持ち出したかというと、要は僕は、まあ、小野田守之っていう僕は、うちの父と母を選んで生まれてきたっていう前提ですると、今の状況を選んで生まれてきるっていうことでしょ。そうすると、そしたらこの吃音症になることも、おそらく
想定内の話 であると。で、まあ、ちょっと余談になるけれども、大学生の時に聞いた時に、うちの母方のお父さん、母の父親も既存症やったらしくって、だから遺伝かどうかはちょっとわからないけれども、だからその既存症には多分なるべくして僕は選んで生まれてきているっていう前提に立った時に、そうしたら、そうじゃない人も、うち兄弟いてるけれども、兄も妹も別に既存症ではない。でも僕だけが既存症だっていうことは、僕じゃないとダメだったというふうに立った時に、そしたら僕がなぜそれを必要としてたかっていうところが疑問になってくる。で、既存症になる原因ってなんかわからないらしいんだけど、僕が結構なんかこの感じるところで多かったのは、まあ、僕もそのいろんなこうコーチングとかやる中で、その潜在意識とかいろいろ顕在意識とか意識の勉強したりとかすると、やっぱりその幼い頃の経験ってすごく残るんだけど、それは表には出ない、表面化されなくて、まあ言ったら意識してないところで出てくる。で、それが結局その何て言うのかな、まあ、僕って結構そのやんちゃ坊主だったから、母親としてもまあ20代前半、中盤とかぐらいの母がまあ3人とかやんちゃ坊主2人とかいてたりしたけど、やっぱ結構なんかハードワークで で、やっぱ結構きつめになっていく、まあ、性格がきついっていうのもあったかもしれんけれども、結構きつめに怒られたりすると、結構やっぱりなんかね、表現をしづらくなるっていう傾向があって、あ、これ言ったら怒られるんちゃうかな、これやったらあかんのちゃうかなとかっていうのがあるんだけど、でも生まれながらにしてお父さんやお母さん嫌いっていうことってないじゃないですか。だからやっぱお母さんに好かれたいっていうのは奥底であるから、やっぱり何とかしてこっち向いてもらおうとする行為が結局いろんなやんちゃにつながるっていくはけ口みたいになっていって、でも母親の前ではそんなに出さないっていうのが続いてくると、結局表現を抑えていくことになっていって、でもちろん喋れなくなるから表現どんどん抑えていくから、もうなんかね、表現をもう何て言うか、もうできる限り抑えるっていう生き方をずっとしてきてたのが僕の44年ぐらい あって、でそこだから逆にその切り替えっていうのがすごくあって、喋れるようになると今度だから喋りたくてしょうがなくなる。でそうなると、なぜそうしたら吃音症があったっていうことは、他の人より喋る表現する、なんだか、大切さというか、枯渇感。だから、表現できなかった枯渇感ってあるじゃないですか。なんか欲求みたいな。いや、それをより感じたい。他の人ずっとね、ちっちゃい頃から普通に喋ってたら表現してるんで ずっと表現せえへん生き方をしてきた人が、喋れるようになったら多分、表現したくてしょうがなくなる っていう状態になるっていうのは、やっぱり表現することによりなんかこう望みを持ってたんだなっていうのは、ちょっと医学的な、なんていうか立場じゃないけれども、違う視点から見た時にそれはすごく感じるかな。今までのこう抑えてたものが溢れ出してきたっていうような。だからね、初めて会ったその魔法の質問の時、2年、3年前、2年前ぐらいか2年前ですね。な。2年前かな、その前の年ぐらいからかな、外に出るようになったのが。いろんな人のところに出ていくようになったのが。だから外を知りたいっていうイコール、まあ自分をちょっとずつ出せる機会を欲しいっていうのがあったから。だってね、その魔法の質問とかでもそうやけど、
知らん人のとこにいて必ず自己紹介とかあるからさ、うんうん、そのとこ喋られへんで行こうと思えへんからさ、確かにだけどそれができるようになるとやっぱり外へ行きたくなってくるっていうのがあの時期やったかもしれん、ね、なるほど、うん、そう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 、だけどやっぱりあの就職はしたくなくてで就職すると必ずなんかなんていうのかな、どちらかというとそれが表面化するでしょ、喋る職、喋らない仕事ってあんまない、今となってパソコンとかがある仕事になったらそんなになんかメールとかでやり取りしたら喋らないかもしれへんけど、僕らの時ってやっぱ電話主流の時代やったから、電話か直接会うっていうのが多かったからすっごく嫌で、で結局まあなんかあの結構バイオリズムみたいなのがあって、喋れる時期と喋れない時期っていうのも波があって、比較的喋れる時になんかこうなんていうかな、入社試験とか受けたりとかして、うん、あとなんかコツみたいなのが、喋り必ず喋れるわけじゃないけど、どちらかちょっとコントロールできるコツみたいなをなんとなく体感し出した時にちょうど就職時期であって、で、うん、なんか普通の営業職、車の営業職をやったんだけど、ごまかしできた時はいけたけど、やっぱり電話とかやっぱ辛かったね。ああ。会社にかかってくる電話とかって、だって同じこと言わんのダメだよ。あの、いる人によって違う言葉言われへんからさ、会社の名前もあるし、うん、名前も言うし、みたいな。でもあれがすごく辛かった。なるほど。だから結構みんな、ああいうそういう既存症の方って、どちらかといってあんまり喋らない仕事をされるっていうのはよく聞きますね。なるべく避けようっていうふうにしてるんですね。うん、これはやめようみたいな。なんか、その、避けようっていう思いで喋らないことを選択するっていう方多いと思うんですけれども、うんうんうん、ただ、その、やっぱり話したいっていう思いもあるからこそ、例えばマークさんだったら、うんうん、そういう思いがもう、どん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 出てきたっていうので、うんうん、実際に2年、3年ぐらい前から外に出てとかってあるんですけど、うんうん、なんかこのきっかけじゃないですけど、うん、その、なんだろうな、まあ、壁が壊れるような感じなんですかね。うんうん、そういうものっていうのが、もしあったなら、うんうん、何がきっかけだったのかなって気になるんですけど。きっかけはね、やっぱり一番大きいのは、これね、よく、あるんだけど、まあ、今既存症に、まあ、ちょっと特化して言うと、あの戦ってたずっと、うんうんうん、既存症というものと戦っていた僕がいた。で戦うと結局まあ、あの既存症じゃなかったとしても戦うとなんか勝ち負けが出てきたり憎くなってきたりとかなんか出てくるでしょ。だから特別なもんになってくると、なんていうのかな、最初ちょっと前に言ってたこれも僕が選んできたとしたらっていう話をしてた時に、選んできたのにそれと戦うっていうとすごく矛盾 してるでしょ。で、ちょっと何がきっかけだったかっていう、そのなんかピンポイントなことは覚えてないんだけど、戦うことから一緒に生きていくという、どちらかと言ったらなんか主体性を持った時になんか見え方が変わったかもしれないね。だからこれなんか得体の知れないというか、なんでなったかもわからへん、なんか得体の知れないものとなんかずっと向き合って生きているって、ちょっとなんか他人と分離してるでしょ。でそれを自分のものとなった時に、あの客観視じゃなくってもう完全に主体になってくるから、そうしたらそれと共に生きようとしたらどうしたらええのかなとか、いろいろそういうふうな見る角度を変わる経験をしたっていうのが大きいかもしれないね。
この吃音症に対しての、うまあ、簡単に言うと捉え方が大きく変わっていったっていうような感じですかね。そのん。うん。うん。戦うべき相手ではなく、ちょっと言い方ないんですよ。共に生きるじゃないですけど、吃音症っていうものと共に、これから一緒に生きていこうみたいな感じの捉え方をしていたときに、ちょっとずつ変わっていったっていうような感じなんですかね。そうよね、生きていこうっていうか、ちょっとね、後付けになるかも、後付けの説明になるかもしれないけれども、同時に、ちょっとなんか、機会があって、その、みんなの前で何かをするっていう機会があって、5年ぐらい前かな。で、それがすごく気持ちよかって。あんだけ前に出るの嫌がった自分が、なんで前に出ることを、なんかドキドキしてんのに喜んでんのかなと思って。そういう機会があったのと、で、あとなんか喋るときに、その、まあ、これは別に吃音症じゃなかったもあると思うんだけど、うまく話そうっていう時あるでしょ。人前で喋るときに感動してもらえるとか、お前すごいな、スピーチ上手やなって言われたいと思って喋るのと、スムーズに喋ろうと思うのも結構なんか似てるところがあって。で、なんだろう、もう決められた言葉を喋るのは仕方ないけれども、決められてない言葉で何か伝えるっていう時は、もうできるだけ、その、人がどう思われる別として言いたいことを言おうっていうのをやっぱり思うと、逆にそのいい意味の緊張になっていく。なんかツボっていく緊張じゃなくて だからそれはもう全然その、なんかスピーチの、なんていうかな、セオリーから外れてたとしても、僕はこの目の前にいている中の誰かに一人でも受け取ってもらえたらいいっていうぐらいの思いで伝える。とかっていう風な感じの切り替え、まあ、主体性ね、さっき言った誰かにどう思われるんじゃなくて伝えたいっていう思いになっていく、やっぱそういう風な切り替わりが出てくると、なんかね、すごくフィット感が出てきた、吃音症と自分っていうのが。なんか今の答えのすごく、悩んでる方へのヒントというか、なるのかなと思うんですけど、まあその方自身、そういう方々自身の主体性もすごく必要にはなってくると思うんですけれども、例えば、映画みたいに、学校っていう場で、まあ、周りの友達だとか、あとはまあ、僕で言ったら、教員、教師ができるサポート。こういうことがあると、そういう、その、吃音の方が、主体性を持ちやすくなるみたいな、サポートっていうのって、今その時のことを振り返って、こんな形だったらできるみたいなってありますかね？そうね、だからどうしてもその、なんていうのかな、今さっきで言ったので言うと、決められたことをみんなの前で言うとかっていうのってやっぱり結構きついものがあるので、最初の頃は。だからそういうふうなのはできるだけまあ避けれる環境があればよりいいし、でその人って必ずみんな個性ってあるじゃない。で運動が得意な人もいれば、音楽が得意、書道が得意とか、いろんな得意があったりする、好きがあったりする。でやっぱりね、なんていうのかな、ストレスを感じてるとき、自分が嫌だなと思ってやってるときって、結構それが顕著に出る。だから、なんだろう、よく、なんだろうね、例えば、その、まあ、自分の中でちょっと弱い部分があるとするじゃない、喉がちょっと弱いとか、そしたらなんか、体の調子が良くないときって、喉に来るとか、ちょっと頭痛があるとかさ、ちょっとなんか、体にちょっと、異変があった時に、あ、ちょっと今無理してるなっていうのを感じるって、多分みんな少なからずあると思うんだけど、結構ね、バロメーターとして吃音症っていうのは調子が良くないっていうか、ストレスをすごく抱えてる時っていうのはやっぱり出やすくなる。
やっぱりバロメーターにはなるかもしれないので、すごくだから学校の中で何かわからんけど、すごい調子が悪いなっていう時は何かをストレス、それはちょっと家なのか、友達なのか、授業の何かの授業なのかはわからないけれども、給食なのか、ストレスをすごく負荷をかければかけるほど多分、すごい調子が悪くなるんだと思う。そういうふうなのはちょっとね、生徒さんいっぱいいてはるから、別に寄贈者の方だけじゃなく、いろんな方もいてはるから、そういうふうな、ストレスがあればあるほど、いろんな症状が多分出る。中で寄贈症っていうのは、寄贈症としての症状が出るっていうのはあると思うね。まあ、なんかそのどんな形かわからないけれども、ストレス要因みたいなのがないこと消え去ると、まあ話しやすさとしてはだいぶやりやすくなるっていう感じですかね。そうだと思う。居心地が良くなってくるから、あの映画の中だったら居心地悪そう。いや、あのままだったら多分すごいしんどいから、たまたまもう一人のね、ギター弾いてた女の子の家に行って、すごくホッとできた瞬間って喋ってたと思うし、で別に歌ってても別に、歌は別に大丈夫だと思うから、表現もできるから、ああいう状況がすごくいいんやと思う。だから歌は、あれが歌がもし、ギター弾いた子みたいに、歌が上手じゃないとかだったらすごくストレスになるからあかなんるけれどほど。も、たまたまあの子は、歌はそこそこ歌える人だったから、すごくあのポジションっていうか、あの状況って良かった。あれをだから本人が早く気づけるっていうのは大事かもしれない。わからない。それがわからないからね。やっぱちっちゃい時とか、自確かに分そのの通りベですストね。な状態の時っていうのがね。そうか。なるほど。どんな活動の時に自分の心に負荷がかかって、どんな時にすごく気持ちよく声が出せそうかみたいなのを知るっていうのはすごく大事ってことですね。そうそうそう、大事で、これね、別にね、きつ音症の人じゃなくても、僕たち大人も子供もみんな同じなんだけども、自分のベストな環境ってどれなんだろうって意外と分かってなくて。心地いい。自分が一番心地いいなって思える時って意外と分かってなくて。逆に、だからそうやって症状で出る人の方が、今から思ったらすごく分かりやすいのかなって思う。だなるからほど。仕事、だからなんていうのかな、就職した時もそうだったけど、だって僕の就職者って喋りたくないのに喋るとこ行ってるから、もう針のむしろじゃないけれど、しんどいわけであって、でもその中でもすごく心地いい時間っていうのもあんねん。 僕だから車の営業してたから、車の運転してる時とかはそんな全然心地がいいねんか。そうだから洗車してたりとか、だからなんていうのかな、全てが全部があかんわけじゃなくて、でそれって自分の心地いいところを、ちょっと切っていって合わせていったら、多分すごく分かりやすくなるんやろうなって今だから言える。なるほど。だからオールマイティにみんなみたいになろうっていうのが、今の社会じゃない。だけどどちらかといったら個性みんなあるからさ、その人が一番いい状態に持っていけるのがベストなんで、そういう意味では症状があったら分かりやすいっちゃ分かりやすい。けれども当事者の時はそれは分かんない。しんどすぎて。確かに。なんか、周りから言われて気づけるようなものでもないですよね。あなたはこういうところでストレス感じてて、あなたこういうところですごい楽しそうにしてるわよ、みたいな感じの、周りから言われて、あ、そうなのかなっていうものでもないですかね。自分自身の中から、はっと気づくような感じですかね。そういう。
特にやっぱり僕なんかはあれじゃない、ちょうどね、魔法の質問から出会って、あこからずっとなんか自分を見る作業をずっとしてきたから、特に何て言うのかな、そこに意識を向けるようになったかな。だからなんか物の見方っていうのが常にそれになるかな。別に依存症とかだけじゃなくて、他の病気の方にしても、別に病気じゃなくてもやっぱりちょっとなんか違うかなっていう時ってあるやん。なんか自分これやってるけど、ずっとやってるけど、これ自分望んでることなんかなっていう時とかって多分あると思うんだけど、やっぱそういうのとかやっぱり意識が向くようになるので、そうしたらそうやってどうやって自分を見つけれるようになるんかなとか、自分の好きなことがとかっていうところにやっぱり発展していく。で、そうなっていくと、やっぱり、あ、自分がなぜ依存症っていうのをずっと持ってきてた、生きてきてるかっていうのは、すごくなんか、医学とか、そういった視点とは全く別の視点から見れるようになってくると、僕は多分、依存症っていうのは、治ってるとは思ってなくて、前、ちょっとなんか言ったかどうか覚えてないんだけど、明治時代の治で治るっていうじゃない、治療で、あれって別の言い方をしたら治まる、だからどちらかというと治るっていうよりも治まっているっていうイメージを僕の中ではあって、だからなんていうの、変なこと、もうほんまにずれたことをやってたら多分なるかもしれへん。変なことっていうのは自分の心にそぐわないようなことっそうて感そうじそうですそう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 、ね。ほんまにやりたくないのに、それを殺して、自分を殺して、なんか何かに応えようとしてやるとか、誰かの期待とか、まあ両親とか、わからない家族か、なんかわからないけど、誰か、別に誰も求めてないとは思うんだけど、すごくそれをなんか受けてるように感じて生きてると、そうなっていく可能性は高いかもしれんね。僕自身がそうだったから、こうでないとあかんと思ってずっと生きてきたから、ああ、なるほど。会社を辞め、もうこの会社を辞めたら、なんかもうドロップアウト、社会からドロップアウトしていくみたいな感じで生きてたから。いや、でもなんかそれは本当、今日は吃音症の方の、吃音症っていうことをテーマに話をしてるんだけれども、なんかそれ以外のところでも言えることだなっていうのが改めて感じますね。これはちょっと違うなって思っているのにやってると、例えば吃音症の方だったら、そういうふうに症状が出てしまうっていうのと同じように、例えば、吃音症っていうのを持ってなくても、変なところでうっかりミスしちゃったりだとか、なんか変にこう動いちゃったりだとか、物忘れしちゃったりだとか、っていうような感じで、なんか違うような、普段と違うような感じのことが出てきちゃうんだろうなっていう。変に心にストレス抱えちゃったりだとか。だから多分人によってはね、出方がいろいろあるんかなとは思う。いや、ものすごくわかりますよ、それ。僕なんか本当になんか体で体験したら多分頭じゃ分からへんタイプなんだろうと思って、だから常にそれって、別に依存症以外でもすごく、なんていうのかな、腸が弱い、すぐ下痢したりとかするのね。だからそうなったりとか、あとはなんていうのかな、去年のね、去年じゃ一昨年の冬とかよくあってんけど、痒くなる。蕁麻疹的な感じではないけども。蕁麻疹っぽいのもあるし、いろんな太ももの柔らかい部分とか、何か食べてなってるっていうよりも、なんかね、やっぱ溜め込んでる感、よく言うと、なんていうのかな、医学的な視点から言うと、あえて皮膚から出すじゃない、毒とか。ってよく言われると思うんだけど、まあ、吹き出物もそうだけど、外に出している、まあ、下痢もそうだけど、外に、人間ってね、解毒作用があるから、外に出そうとする。でも、外に出そうとする時っていうのは、それだけ溜めてるっていうことや。
だから、原因不明、薬塗ってもやっぱり、薬塗っ治たらない。時は治まるけど、また出てくるっていう。なるほど、治るじゃなくて治まるって感じ。治まる、そうそうそう。うん。だからやっぱり出さないとあかんっていうのは、やっぱり僕はそれはすごく顕著に出るからまだいいけど、それがね、なかなか出にくい人もたくさんいてるので、やっぱり自分を表現するっていうことって大事だなっていうのを改めて思うかな。まあ、それは別にね、別に一対他に表現しなくても、ね、奥さんとかパートナーとか、まあ、友達とかでも全然いいと思うし、自分からまず出してみるっていうのは大事かなっていうのは思いますね。いろんなところにつながる話ができましそうね。まあ、ちょっと今ね、もう1時間ぐらいちょっと喋ってしまったんだけど、なんあ、本か、当だ。もしなんか今までここまで話してきて、なんか僕もちょっとね、改めてなんか決めて、話してるっていうわけじゃなかったから、なんか今まで話してきた中で疑問になるところとかってありますか？その依存症っていうことに限らずで、の、なんかその最後の話につながるんですけど、の、自分がその心にそぐわないことをやってたときに、出てくる症状の一つとして捉えると、あ、なるほど、そういう出方もあるんだなっていうことを感じてた。まあ、その、さっきのマークさんの話の下痢とかって、まあ、僕も結構その、そういう調子が悪い時とか、そういう時にお腹下しやすいなとかあるんですけれど、ただその、そういう一種のものっていうふうに捉えると、なんかまあ、他にもまだまだいろんな出方があるんだろうなと思いましたね。だから、それをどれだけ周りの人がこう理解して、なんだろうな、ストレスにならないような場作りみたいなのができると、あとは、その、出たとき、そういう症状が出たときも、なんか、なんだろうな、和やかになるような雰囲気作りじゃないですけど、そういうことが、周りが自然とできるようになってくると、まあ、学校で言うと、まあ、先生たちが理解してできるようになってくると、ちょっとずつ変わっていくのかなっていう、その依存症に限らず、いろんな、その、出方しちゃう子たち、という人たちへの、対応の仕方というか、関わり方が変わってくるのかなっていうのは感じました。本当にね、まあちょっと、なんだろう、取り扱う部分が広くなっちゃうんで、まあ、抽象度が上がるというか、これだけやっといたらいいっていうものでもないから、すごく、まあ、学校の中で言うと先生になってくるけれども、先生の、なんていうか、やることっていうのを、まあ、気配りっていうか、気の向け方っていうのは、すごくなんか幅が広くなっちゃうけれども、一大人っていうか、一人としても、僕もそうだけど、親として、一社会人としてとか、いろいろあると思うんだけど、どんな立場でやっても、そういうふうに見れる状態っていうのが大事かなと思って、自分自身がね。自分自身がなんかいっぱいいっぱいやったら、そんな相手のとこ見られへんからね。いや、間違いないですね、本当、それは思います。だからそこは結構大事かなと思って、だから普段いっぱいいっぱいまでやりすぎてると、なかなか相手の人のところまで行けなくなるから、だからやっぱりどうしてもコントロールしようとしちゃうじゃない。だけどね、やっぱりもうだんだんね、結婚して子供さんとかいてはったら分かると思うけど、コントロール、一人としてコントロールなんかできへんし、自分以外のもの。だから、それも踏まえた上でね、やっぱり、どうやっていくか、自分もそうだし、子供さんも、高校の生徒さんも、どうやったらその人が心地よい、いい状態に持っていけるかっていうのをね、意識できるかっていうのは大事かなと思いますね。じゃあ、そうですね、本当に思います。だからなんか、まあ、
質問っていう感じじゃないんですけれど、最後のところでいろいろ話今日させていただいて、改めて、僕自分の学級経営ですごく大事にしてるっていうのは、安心安全な場作りもそうだし、子どもたち自身が心と体の安全安心っていうのが一番大事だなと思ってて、どんだけ分かりやすい授業をしても、悲しんで子供が家に帰ってきたら、あとは怪我して子供が家に帰ってきたら、保護者の方はやっぱ一番辛いと思うんですよね。だから、分かりやすい授業のよりも一番まず根底にあるのは、心と体の安心安全。授業で言ったら、何を話してもみんながこう受け止めてくれるとか分かってくれるとかっていうような雰囲気や場作りっていうのがすごく大切なのかなっていうふうに思ってて、改めて話して、やっぱりそうなんじゃないかなっていう。いや、本当にね、すごいなと思う。そうやってね、先生がそうやって、そういう理解を持った先生が いてると、やっぱり子供さんもね、生徒さんもやっぱり、あ、ここは出してもいいんだっていうね。っていうと、やっぱ行きたくなるもんね。そんなやっぱり危険を感じてたら、そこに行けないですもんいね。けないですだし、なんか言って否定されたりとかされると、やっぱり、なんか心地よくないもんね。やっぱりそれはすごくね、なんか当たり前だけど、なかなか当たり前でできないことなんかもしれへんよね。どうしてもなんかちょっとでも勉強ができたりとか、なんかこう、まあ今感じるのは結構ね、なんかやっぱり比較されることが、僕自身がそういうふうな認識があって、受け方が強かったからかもしれんけど、やっぱりなんか比較が結構多かったかもしれんよね。まあテストとかでもそうだし、なんか体育とかでも、誰かより なんか速く走るとか、なんかやっぱそんなんがずっとついてくると、なんか楽しいようで楽しくないというか、ね、やっぱり運動苦手な人がそこで競うようになったら、もうなんか張りの面白みたいになるし。いやもう本当その通りだなと思います。僕小学生の時、今もですよ、運動本当に嫌いで、全然ダメだったんですよ。なんかよく、体育の先生みたいだとかって言われる時もあるんですけれど、なんかどちらかと言ったらね、運動系の身に見える。小学生の時、僕も全然、運動ができるような、得意な体型でもなくて、だから、走るのとかも本当に嫌で、跳び箱とかも、もう、やる気が起きないというか、そういう感じなんだろうなって思います。話すのは好きだったんですけど、体を動かすのはダメで、跳び箱を目の前にして、走って向かっていっても、跳べないんですよね。踏切板のところで、こう手前に出しちゃうんです。だから、段を低くしたからとか言われても、いや、段低くても、いやいや、みたいな感じ。その一歩が踏み出せないんだよっていうような感じです。踏切板のところでバンって乗って、大きな音立てて、踏み切ればいいからねって言われても、バンって大きな音立てるんですけど、音立てただけで終わっちゃうみたいな。その後の跳躍に持っていけないみたいその時はなんかどんな気持ちなの？な。いやもうなんか、こう、目の前に立ちはだかる跳び箱が ずーんと重くのしかかるようになってきて。それってあれじゃん、跳び箱と、そんなめちゃん自身のむあれ話だけど、先生とかに対してあんなも思わないかったの？ああ、いやもう、いやそんなこと言ってもできないんだよって感じですね。いや、言われてもっていう、それができないんだよね。できてたらやってるよみたいな。でもやっぱりそうなると、自分が逆に先生になった時っていうのは、体育とかは変わってくるの？なんか見方。体育はせえへんのかな？戦艦？なんだろうな、本当に、例えば跳び箱でも別に飛ばなくてもいいじゃんっていうような感じで。例えば、踏切板乗って踏んで飛ぶではなくて、じゃなくて、なんならもう、一番下に一段だけでいいから、
1台だけポンと置いて、踏切板なしにして、ちょっとこれ飛び越えてみようかでもいいし、だからまたがった状態で、ずり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 、上滑っていくとかっていう状態でもいいし、なんかやれることをまずやらせてあげてみたいな。体育の人からすると、なんかいろいろとなんか手順を踏めば飛べるようになるとかっていうのを、今までも実践記録とかでも見たことあるんですけれど、過去の自分からしたら、いや、できない人にとってはこれができないんだよっていう感じで経験者からするとね、体験者っていう、はい、だそれが多分まさにあれなんかもしれんね。なんかまあそれは体験談があるからやってはるんかもしれんけど、さっきのその、まあ、映画のシーンであった既存症のなんか練習をしたらとかっていう、うん、なんか必ず何かをさせようというなんかみんなと同じようにさせようっていう風潮が結構きついかもしれないね。敷いてしまう。だから本当学校ってそういう場の本当象徴というか、これがやれなきゃダメだよとか、みんなこれやってるから絶対これねみたいなのはこう13年間やってきて、やっぱそういうのが大きいな、その、そうやって言う人が多いなってのはめちゃめちゃ感じてて、うん、なんなら、それから逃げることが、ちょっと怠けてるだとか、うん、弱いだとかっていう、言われ方はしやすいなっていう、うんうん。決してそういうことではなくて、本人の中では、頑張ろう、やろうっていう気持ちもあるし、一歩前に踏み出したいっていう思いもあるし、でもそれができないっていうのをちゃんと自分でも分かりながらも、外側からいやもうそれは勇気がないんだよとかって言われたりするといやいやそれがねっていう、そういう言われ方しちゃうとちょっともうどうにもなんないんだよっていう、うん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 、だからチャレンジした時に初めてお頑張ったじゃんとかって、その、うん、いい気出したねっていうような感じで言ってもらえるのは嬉しいんですけど、うんうん、いやそれはお前ちょっと勇気が足りないのよっていう言われ方されちゃうと、うん、ああもうできないんだろうなっていう、決してそういうわけじゃないなっていうのが、うんうん、っていう理解が必要なのかな。どうしてもなんか結果を求めちゃうんだよね、おそらく、うんうん、なんかできたっていう、トライしたっていうよりもできたかできてないかとかそれが大きいなって感じますね。でも社会的にも結構あるもんね、学校だけじゃなくてもね、なんか実績とかね、うんうん、っていうのがあるから、やっぱ社会的にそういう風潮はあるんだろうね。でもまあ追い込まれやすい人にとっては辛いんだろうなってやっぱ思っちゃいますね、うん。まあね、面白いけど、なんかその追い込まれるっていうのは、まあ、僕もどちらかというと追い込まれたら結果出ない方で、うん、陸上部でやってた中学校の時、陸上もそうだけど、硬くなってしまう、うん、あとよくうまく出せる人もいてるやん、なんかその逆の方でどちらかというと力入ってしまう方だから。いやすごいわかります。だからなんだろうな、その葉っぱかけたりとかってすることでもうやるぞっていう風になる人もいれば、うん、決してみんながみんなそうじゃなくてっていう、うんうん、多いって言われたら萎縮しちゃう人もやっぱり中にはいるし、うんうん、僕もそういうタイプで、その運動が苦手な一つ、自分が苦手だなってすごく強く感じるのは、うん、こうプレッシャーかけられればかけられるほど体動かなくなっちゃう、うん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 、高校生の時ハンドボールのキーパーをやってて、おでキャプテンに、うん絶対止めろよみたいな感じで言われれば言われるほど体動かないっていう耳栓しとかなんかただ最初の試合始まって最初の1本目のシュートを止められるか止められないかで、うんうん、この試合のその後が変わってくるて1本目止めれたらなんか自信につながって緊張がほぐれるんだけれども、1本目でやらかしちゃうと、うんうん、もうちょっとそこからどうしようどうしようどうしようみたいな、あのスパイラルにはまってくる。あ
でもやっぱり体でそしたら感じやすい方なんだね。そういういろんな症状として出やすいんだね。な、多分それがその手足の動作になって現れるかの、この辺りの声出すところので現れるかっていう、その違いなんだろうなっていう感じますね。そうやってね、やっぱりみんなそれぞれ同じ言葉かけても反応することが違うっていう、まあ、多様性がこう認められるような社会になっていくことがやっぱり大事だね。まあ、学校の中でもそうだし、今の話もね。と思います。大体みんな同じようになろうっていうのがやっぱり傾向的に強いもんね。平均っていうかね。なんかそこを求めたい人は、それを求めたいなって思う子も中にはいるんで、それはそれでいいかなと思うんですよね。やっぱりみんなと同じようにやれるようになりたいって思って、そういう子はやっぱ頑張れるんですよ。そうなりたいって思ってるんで。でも、そうじゃなくて、なんか、いや、今のままの自分じゃダメなんかいっていうふうに思う子も中にはいるっていう。そういう子を、いや、お前みんなそこまで頑張ってんだから、お前も頑張れよって言っても、いや、それは決して良くはならないっていう。その子自身がなりたいって思ってないんで。それがね、やっぱり先生もそうだし、大人として人としてこう感じてあげれるかあげられないかで、その子のね、選択肢って結構変わってくるもんね。いろんな、結構やっぱちっちゃい頃って一つの経験が大きいやつ だからすごく捉え方、先生の一言だけでもすごい違うと思う。だいぶ違いますね、本当に。だから結構、その子供たちに対する言葉がけは意識して、これは自分が言われたら嫌だなっていうこととかは、まずうっかり出さないようにはしたいなっていうふうに思いますね。あ、でも、ね、なかなかそこまでだから先生が、僕もまあ先生、小学校の先生、まあ、妹が小学校の先生してたりしてるんだけど、先生ってやっぱり、ね、先生いっぱいいてる、知り合いの人も何人かいてるけれども、やっぱりね、みんながみんな同じ考えじゃないから やっぱりそうやってね、一人一人がみんな、先生もそうだし、周りの大人の人もね、そうやって、まあ、なっていけるのが一番、まあ、理想というかね、いいのかなって、やっぱ改めてこう話してて感じるし、今のままね、ずっと多分やっていったら、多分生徒さんは多分13年間だから、結構ね、生徒さんも大人になってんのかな、もうだって20歳になってるもんね。もう、去年の成人式で初めてなんですよ。自分が、4年目の時に、卒業させた子たちが成人式になって、すごくいろんな、みんな立派になってて、当時は、自分自身の指導の仕方が、あまり上手じゃなくて、なんか、あれもやらせなきゃ、これもやらせなきゃ、みたいな、これもできるようにしなきゃ、みたいな感じばっかり思ってて。で、この子はこれができてないから、みたいな感じで。で、ガミ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 言ってたんですけど、去年の成人式で出会った時に、すごいなんか立派な姿になってるのを見て、なんかそんなガミガミ、やっぱ言うっていうのは、別に、必要なかったのかもしれないなっていう ちゃんと育つんだよなっていう ねえ、まあこれ言うとあれなんだけど、そのガミガミ言われた時の、そのガミガミのことも、なんかいろんな意味で糧にはなってる時もあるんだけどね まあただね、それがそのほんまになんかダメージ受けすぎる人もいてるから それでちょっとね、本当になんか落ちていく人もいてると思うし、だからそこの辺はね、やっぱり、まあ、先生もだって完璧じゃないもんね、やっぱり。だって22とか3とかで、ね、先生になって、ああ、そうです、そうです。ね、
だって社会知らないもんね。社会人になった時から先生になってるから。そう。何も知らないままに。そう。で、それで教える、急に教える場合、今まで教えてもらってたのに、急に教える場合になったりとかしたら、やっぱ教えなきゃって思うもんね。なんかやっぱ思っちゃいますね。はい。多分親になった時もそうやんね、多分。ああ。もう。なんかしなきゃみたいな感じで。そうそう。人も自体出ちゃいますよね。やっぱりそれもやっぱりなんかね、みんな常にずっとだから勉強してるなって、うん、生徒の時だけがなんか学んでるんじゃなくて、常にだから生徒が先生っていうか大人になっても子供から教えてもらってるし、っていうような感覚で生きれるのがなんか一番なんか幸せなんかなっていうのは今感じますね。本当に今日はちょっね。といろいろ、吃音症のことからはずれちゃったんですけれども、でも、こう話を今日していて、また、明日は休みなんで、明後日から、子供たちと会話をするときに、なんかなんだろうな、ストレスじゃないんですけど、出方かな？ストレスの出方、なんだろうな。やっぱりクラスの子たちの中には、いろいろ、事情に対して、すっと前向きになれる子もいれば、なかなか前向きになれない子もいて、これはひょっとしたら何かが原因で、こういうふうにな、こういう状態になってるのかなっていうのを思いながら、いろんな形でサポートできたら、サポートしていきたいなっていうのが、改めて感じましたね。すごくねえ、いい学びの場になりました。でも本当にね、子供さんとかやっぱり敏感なんで、本当になんか家でちょっとしたことがあって、まあそれはね、ご両親がなんか喧嘩してたりとかしたことでもやっぱりあったりとか、僕がよく母親に言われたのが、何だったかな、今なんて当たり前かもしれないけど、その共働きをするっていうことが僕らのちっちゃい頃ってあんまなくって、専業主婦みたいなのが多くて、で、まあ、母親が働いたりとか行き出すと、なんか僕は落ち着きがなくなるそうなんですよ。家に帰ってなるほ歯ど。洗いとかになると。だからそんなんとかでもやっぱり別に大人からしたら普通のことなんだけど、子供からしたらちょっと異常なことをと受け止めてしまうので、やっぱりなんかそんなんでも学校っていう場で出てしまったりとかっていうのもあるぐらいだから、結構なんか大人以上にやっぱりセンシティブっていうか受けやすいから、本当にそうやってなんか見てもらえるとすごく生徒さんとしては嬉しいのかなと思う。そんなとこまで見てもらえ、そんなこと感じてくれてはるんだと思うと。いや、本当にいい勉強になったなって思ってます。ありがたいですよ。なんかこういう機会をこう作ってもらえたのがすごい嬉しくて。もうなんかそう言っていただけたら僕も嬉しくて調子に乗りそう。でもなんか本当になんかどうなるかわからへんけど、なんかちょっとでもこうなんかシェアをするきっかけみたいなのがあるとまたなんか変わるのかなと思った時に、ああいう映画とかがあったから、またなんかの機会でね、もしかしたら生徒さんと出会うのかもしれないし、それはまた僕もなんかいろんな機会があるのかもしれないけれども、まあでも少なからずやっぱり既存症の方ってまだまだおられるので、やっぱりそういうちょっとでもそういう、まあ自分自身経験してるっていうのもあるけど、そういう人と接したことがあったりとかっていう経験があるっていう方がどこまでね、いろんなものを伝えれるかっていうのもやっぱり社会的にやっぱり影響があるのかなと思うので、こういう機会を持てたっていうのと、こうやって受けてもらって いっぱい質問してもらえて光栄です。ありがとうございました。いえ、そうです。ありがとうございます。本当に良かったです。
またね、そしてまたこれ、YouTube にそしたら上げさせてもらいます。全然問題ないです。はい。せっかくのね、もうこんな時間になってしまったけど、本当に長い時間、ありがとうございあ、いましやいや、なんか、た。話してたら、あっという間の1時間半ぐらいかかってた、経ってたんだなと思って、おおと思って、さっき1時間ぐらい経ってますねって言われて、あれ、本当だみたいな。そう、久しぶりやったし、本当に、いや、ね、久しぶまりにた話なんしたかりして、よかっね、たです。なんかこういう機会でいろんな別に職業に関わらず、またなんかいろんなことをシェアしてたら面白いなと思うので、またいろんな機会があったら、また誘ってください。了解です。いや、もう、またお話できること楽しみにしてるんで。はい、おあ願いしまりす。がとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ、またそういうことはい。で。おやすみはない、さい。ありがありとう、はい、ありがとうございがとうございます。ます。